勝ちに持っていくメンタルもそうですし、あと逃げる勝ちから、まあ、その勝負自分たちのものにできる最後のところもメンタルの部分はすごく大事かなっていう気はしました。はい、まあ、攻撃さあファーストハーフが始まりました。まず高峰に預けてマテウス・サビオ、ここで新潟が奪います。水戸が落としましたが、ここで攻守が入れ替わるロングシュートを打ってきました。質が少しずつ足りないところが端はありますかね。そうですね、荒井です。大外にダニーロ・ゴメス、その前ヘディング、富野ヘッドです。後ろからダニーロ・ゴメスも来てましたしね、あったかもしれないですね。はい、遂行順を収めましたね。ダニーロ・ゴメスだったら足で触れた、ね、あ、そうですね。高峰から椎橋、裏へマテウス・サビオ抜ける、フラッグ上がらず、マテウス・サビオ、マテウス・サビオ、マテウス・サビオ打ってきた、なかったですね、は上がりませんでした、はい、初めてぐらいですか、背後がこういう形で取れたの、ね、はい、でもやっぱりランニングしてるからボールが出てくるわけで、流れたところに川口、浮かずにマイナス、高峰、サビオ、サビオ、ちょっと最後はバランスが崩れました。シーハシー打とう、ビッグセーブ、小島よく手が出ました。土屋、シーハシー抜けてきた、川口だ、川口だ、決定機でした。柏3人目でシュートでしょうけどね、はい、ミートしなかったですね、はい、スペースをついていきます。コミ、コミ折り返した、谷内だ、こちらも決定機、新潟、よくコミも折り返しましたけどね。そうですね、よく走りましたし、大事に行きましたね。谷口もちょっと右まで持ち込む。マテウス・サビオ、武藤、先頭、あ、来ましたよ、先頭が広げる、さあ川口だ、川口、中入れるシュートだー、武藤、ビッグセーブ、小島、試合終了。ネットは揺れず0対0。